ですか。福島みずほ君。社民党の福島みずほです。河野克俊統合幕僚長の米軍幹部への発言は立法府の否定です。憲法と国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。中谷大臣。はい、この件につきましては資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料とですね、同一のものの存在が確認できなかったということでございます。福島君。はい。ただし夏までに法案を成立させるという部分は言ってるんでしょう。中谷大臣。はい、この点につきましては資料そのものの存在が確認をできなかったということでございます。福島君。問いに答えてください。夏までに法案を成立させると言ってるんでしょう。中谷大臣。会談ではなくて会見ですか。はい、問いに答えてください。はい、もう一度質問お願いします。時間がもったいない。夏までに、法案を成立させるということは言ってるんでしょう。中谷大臣。それが提示された資料の基づくことでございましたら、その資料を確認したところですね、同一のものの存在というものは確認できなかったことでございます。委員長。福島君。問いに答えてないですよ。そういう言葉があるんですかないんですか。じゃあお聞きします。確認したもの、大臣が。中谷大臣。はい、提示された委員会に提示された資料にはございますが、それを確認をいたしまして、その存在は確認をできませんでした。委員長。福島君。実際のやり取りを聞いているように残念です。持っている資料を出すように、理事会で図ってください。私からの質問ですが、何の資料を出せとおっしゃってるんですか。はい、福島君どうぞ。はい、その、同一のものではないとおっしゃってるので、その資料を理事会に出してください。もう一度質問しますが、はい、その資料の意味もよくわかりませんし、同一のものということも私は分かりません。それを理事会に諮ることがまだ理解できてません。委員長、しっかりと説明してください。福島君。はい、これは、共産党が入手した資料と違うものであるということなんですが、じゃあどういうやり取りをしたのか、その資料、防衛省が持っている資料を出してくださいということです。その件につきましては、ただいま理事会において協議を継続しているところなんです。ですから、いいですか。はい、福島君。はい、じゃあ、それはよろしくお願いします。民間人の協力についてお聞きをします。発進準備中の戦闘機への給油や整備、弾薬提供、武器の運搬などを民間企業が行うことはありますか。中谷大臣。国際平和支援法13条、これは国際平和共同対象事態において政府だけでは対応措置を十分に実施することができないと認めるときに、国から民間企業等に対して協力を依頼することができることを規定したものでございます。またこれによって民間企業等に対して何ら協力を強制するものではございません。福島君。質問に答えてください。発進準備中の戦闘機への給油や整備、弾薬提供、武器の運搬などを民間企業が、この13条は何も例外規定を設けておりませんから、定義上当てはまるということでよろしいですね。中谷大臣。はい、このような本条を、の趣旨を踏まえた上でですね、民間企業に対して政府が協力を依頼する内容につきましては、法律上、特に制限があるものではありませんが、一般的には発進準備中の航空機への給油、整備、また弾薬の輸送といった諸外国の軍隊等に対する支援は、その性質上、自衛隊の部隊が自ら
実施することになると考えております。まあ、いずれにしましても民間企業に対して協力を依頼する場合には、具体的な支援ニーズに基づいて、当該企業の方針、意向を尊重しつつ慎重に検討することとなりますし、この際依頼された民間企業に対して何ら協力を強制するものではなくて、当該企業は通常の契約、これを締結する際と同様に、民間企業自らの判断で協力依頼、これを拒否することもできるし、また協力を拒否したとしても強制措置が取れることがないということでございます。委員長、藤間君。はい、事前のレクでは法文上は排除されていないというのを聞いておりますが、法文上は何も除外規定はありません。そうすれば法文上は発進中の戦闘機の給油もできるんじゃないですか。中谷大臣。まあ、これは、基本的にですね、発進準備中の航空機の給油整備、弾薬輸送といった、諸外国の軍隊に対する支援は、その性質上ですね、自衛隊の部隊が自ら実施することになると、まあ、考えられます。また、民間企業に協力を依頼する場合には、この企業の安全が十分に確保されていることが当然の前提でありまして、戦闘行為が発生したり、その恐れがあるような危険な地域において民間企業に行っていただくことはありえません。また法律上政府だけでは対応措置を十分に実施することがないとできないと認めるとき、国以外の者に協力を依頼することができる旨定められている通り、本来自衛隊が行うべき諸外国の軍隊等への協力支援活動のいわば肩代わりとして自衛隊がこれを実施できるものに関わらず、あえて民間企業に行っていただくということはありえないと考えております。藤間君。はい、重要なことは条文上は物品の、役務の提供について協力を依頼することができる。条文上は何の除外規定もありません。でこれ国以外のものによる協力ですから、地方公務員も入りますね。中谷大臣。はい、地方公共団体は入ります。藤間君。はい、13条は役務の提供とあるだけで何も例外規定も場所の限定もそれから仕事の例外もありません。事前のレクではこれは入るというふうに聞いております。まあ、政策上の話を大臣はされましたが、法文上は何も除外規定がないということが重要だと考えます。極めて危険なことを民間や地方公共団体の職員がやることがあり得るというふうに考え、ということが法文上は除外されていないということが重要です。次に自衛官募集の住民票閲覧やそのダイレクトメールの数についてお聞きをいたします。去年7月1日、総理大臣が集団的自衛権の行使を合憲とする閣議決定をした7月1日に、全国一斉かなりダイレクトメールが高校3年生に送られました。地元に配布資料を出しておりますが、これは女の子18歳、高校3年生、きっと見つかる君の道というので、もっと詳しいパンフレットが来ております。これはですね、防衛省の指示ですか、それからどれぐらいダイレクトメールを、去年7月1日出したんでしょうか。中谷大臣。はい、これは各県のですね、地方協力本部、これが中心に、自衛官募集に係る業務をしているということで、ございます。でこれはこの法律が審議されるような時期からではなくて、私の認識によりますと以前からですね、こういった募集活動は実施していたような気がいたします。委員長。藤間君。はい、そもそも住民票を、自由に閲覧し、その情報をもらうのは自衛隊だけなんですよ。これは別に明文規定で個人情報を提供してもよいっていう明文情報があるわけではないのに、そういう情報を積極的にもらっているのはまず問題です。でも今日の質問の趣旨はどれぐらい出してるかということです。じゃあ質問変えます。平成26年度における自衛官募集のためのダイレクトメールの経費、郵便料切手代は約2000万円ということでよろしいですか。中谷大臣。はい、自衛官募集のために、防衛省が郵送したダイレクトメールに関わる経費の額は、平成26年度におきまして約、2000万円でございます。委員長。藤間君。
はい、2000万円を82円で割ると24万3902通、18歳人口は2014年度で約118万人ですから、全18歳の 20.7%、20% に対して送っている計算になります。税金使ってやっているんですが、18歳の自衛隊だけですよね。住民票の情報を全部自由にもらって、2割の人に送っている。この中には、例えば、きっと見つかる君の道で平和を仕事にするっていうので送っております。これはまさに、2割の人に送っている。これはかなりの数で、まあ、経済的徴兵制というかですね、もし仕事がない、雇用がない、奨学金もらいたいと思うときは、これに、なっていくんではないでしょうか。だいたい2割ぐらい送っているという認識でよろしいですか。中谷大臣。はい、まあ、自衛官の募集に関しまして、必要となる、個人の氏名とか、情報等を、元に、用いられているものでございますが、情報を何名保有しているか、また、自衛官の募集事務の遂行を集計する上でですね、においては集計をしていないと、まあ、いうことで、お尋ねにお答えするということは困難なでございます。福島君。はい、情報を、個人情報を取っていることが問題ですが、まあ、大体2割の人に送っている。なぜ、まあ、10割じゃなく2割をどういうふうに選んでいるのか。あと、これにはパンフレットには学位取得や学生手当支給の宣伝もありますし、奨学金を受けている学生の急増という実態を考えれば、本当に経済的徴兵制とも言うべき状況が出来上がっているというふうに思います。そもそもこういう形のダイレクトメールで送ることをやめるべきですし、これは、やはり、法律上の根拠がない違法なものだというふうに思っております。こういうダイレクトメールやめるべきではないですか。しかもそもそも7月1日にですね、集団的自衛権の行使を合憲とした日に一斉に届いたんですよ。それひどくないですか。中谷大臣。まあ、これは毎年行っていることであると認識しております。それから法律の規定におきましては、自衛隊法97条1項および自衛隊法施行令第120条の規定によりまして、防衛大臣が市町村長に対して提出、これを、まあ、個人の氏名、生年月日等の情報に関する資料の提出を求めることができると。また、防衛大学校防衛科大の学生、少年、自衛隊高等工科学校の生徒の募集につきましては、住民基本台帳法第11条第1項に規定する、ものといたしまして、住民票台帳の一部の写しの閲覧請求ができるものと解しております。委員長。福島君。はい。徴兵制についての議論がこの委員会で行われておりますが、こんなに大量に住民票を自由に使ってダイレクトメールを送りつけている高校3年生などにですね、これは自衛隊だけです。まさにこれは、もう、ダイレクトメールで高校3年生に送りつける、まあ、私は徴兵制というか、経済的徴兵制として、やりすぎであるというふうに考えています。違法でやめるべきだということを強く申し上げます。大臣は発信する戦闘機に関して、クラスター爆弾や劣化ウラン弾が乗らないように協議し、かつチェックをすると、私の答弁におっしゃいました。しかし、白新君さんの答弁に対しては、核兵器や核爆弾が発進する戦闘機に乗ることについては、法文上除外されてないとおっしゃっています。まあ、これは法律論と政策論ですが、つまり発進する戦闘機に、その核兵器、劣化ウラン弾、クラスター爆弾、核爆弾が搭載されるということは、法文上除外されないということでよろしいですね。中谷大臣。はい、まあ、核兵器、などの、まあ、大量破壊兵器、これは、累次お話をいたしておりますが、運ぶことは、ありません。また、はい、それから、劣化ウランとか、クラスター弾につきましては、運ぶことは想定してないということでございます。そんなこと聞いてないですよ。福島君。
法文上除外されてないっていうことですよ。白新君さんのに除外されてない法文上入るって言ったので、劣化ウラン弾、クラスター爆弾も核兵器と核爆弾が入るのに、クラスター爆弾と劣化ウラン弾が法文上除外されるなんてことはないですから、法文上除外されませんねっていう質問です。発進する戦闘機に対しが乗っけているものです。ちょっと時間は止めてください。はい、法文上は除外されておりませんけれども、クラスター弾に対する条約がございますし、それを保有する予定もございませんし、また劣化ウランを搭載した戦闘に対する給油も想定をしていないということで、そういうことは実施はしないということでございます。長島君、でたらめですよ。だって法文上は除外されてなくて、定義上除外されてないって答えてるじゃないですか。じゃあ私に対してチェックするとか協議するってのは嘘じゃないですか。劣化ウラン弾を運搬する協議をしているって言って、それが嘘だったように、そんな協議は未来も起きないんですよ。嘘ばっかりつくなというふうに申し上げます。でたらめ言うなと、人によって答弁変えるのはやめてください。矛盾してるじゃないですか。法律上除外されてないんだったら除外されてないって言ってくださいよ。やらない協議をやるっていう嘘をつくのはやめてください。でたらめな答弁でこんな法案審議はできない。そのことを申し上げ、私の質問を終わります。